何しとんねん。卒論の説明会が始まってまうぞ。ほんま世話の焼けるやっちゃ大変はできへんからな。お、早かったやないか。この歌詞は大きいで。持つべきものは親友や、ほんま。苦しゅうない、表を上げー、なんてな。お前はええな。今年は卒論の提出だけやろ。大学けへんでええんやからな。ほんま要領のええやっちゃ。俺はあかん、サボりすぎや。せやな、たまには息抜きも必要や。真面目なのは似合わんしな。それはそうと、てっちゃんけへんかったな。バイト先に行ってみるか。よよ、ところでお前、彼女できたんか。お前は時間があるんやから有意義に過ごさなあかんで。そこでや、耳寄りの情報があるんやけど、乗らへん。なんや、釣れないな。それがお前、話なんや。実はな、今度。おい、何こそこそ話してるんだ。俺も入れろよ。卒論の説明会や。お前とは学部が違うからな。そっちは説明会あったんか。あ、昨日な。それはそうと、泰造、卒業できるのか今年は。ぎく、痛いとこつくな。ええ話があったんやけど、康介には黙ってようかな。どうせ大したことないくせに。大げさなんだよお前は。それはどうでっしゃろ。今度合コンする予定があるんやけど、それもマジコン。本当か。でもどうしてお前にそんなセッティングが。詳しくはまた電話するわ。ほなな。ここや、ここ。てっちゃんいてへんのかな。入ってみるで。おい、誰かいませんか。なんや、誰もおれへんのか。不用心やな。しゃあない、開店時間にまた来るしかねえな。せっかく来たんや。ちょっと散歩がてらその辺を。話の分かるやっちゃ、そうこなくちゃ。よし、行くで。女の子の服装も薄着になって、ほんまいい季節になったな。俺誘惑に負けそうや。な、お前もそう思うやろ。
負けてもええんやで。ホストクラブか、男の風上にも置けやつらや、羨ましい。なんか疲れたわ、飯食わへん？そこの居酒屋で。以心伝心ってやつやな。ほら今日はパーッとな、ええやろ。飲んだ飲んだ。ところでな、合コンの件やけど、実は桜崎女子短の学生と知り合いになってな、その子が言うには、女ばっかで出会いがなかなかないんやと。ほんで俺が合コンをな、その子俺の前で涙見せたんや。断れんやろ普通。そういうことからよろしく。ほな今度の日曜日合コンやからな、忘れんといてな。よう、珍しいなお前がここに来るなんて。なんか用か？知ってるよ、提出の手順は泰造にでも聞くよ。そんなことで来たのか？悪い、俺そういうの苦手なんだ。仕事もあるし、俺はいいよ。元気だよ俺は。すまなかったな心配かけて。あ、ごめん、俺仕事中だから。ああ、はい、高木です。どなたでしたろう？どうやったが？昨日の居酒屋や、言ってなかったが？完全に二日酔いや、あったまいた。ほなな。ああ、いらっしゃい。久しぶりだね。ゆっくりしていきなさい。あ、アメリカンだったね。ああ、元気だよ。大学に行くって言ってるがね、勉強もせずクラブ活動ばっかりしてるよ。それがね、さっき男の人から電話があってね、電話の後で出て行っちゃったんだよ。まあ、あの子も二十歳だからね、ボーイフレンドができても不思議じゃないよ。
君はどうなんだい？ガールフレンドの方は。こんなにたくさんの人が同じ時を生きているのに、出会いとなると本当難しいよね。ランちゃんの言ってる短大か。あそこは美人が多いらしいよ。何が？そんなことを気にしてたら、せっかくのチャンスを生かせないよ。暇な時はいつでもおいで。ランちゃんには内緒にしておくからね。心配いらないよ。からもよく謝っておくから気をつけて遊ぶのよ。お怪我はありませんか？本当ごめんなさい。それじゃあ失礼します。ともみです。ええ、この公園好きなんです。静かですから、ここ。それじゃ、さよなら。迎えに行くからな。おい、行くぞ。準備はできてるな。いいよ、それで。男がおしゃれに時間をかけてどうする。ほら、行くぞ。緊張するな。リラックス、リラックス。お前も落ち着けよ。おーし、ここか、運命の場所は。入るぞ。よ、待っとったで。女性陣はまだや。
もう来ると思うけどな。3人って言うてたな。こっちも3人やし、ちょうどえんとちゃう？そうか、3対3か。理想的だな。うん。しかしな、泰造の紹介ってのがな。何言うてんねん。ごっつレベル高いってほんま。嫌なら帰っても。あ、来た、来よったで。百聞は一見にしかずや。よう見てから言うてや。いらっしゃい。見てみ、どうや、レベル高いやろ。あんたこそどうしてここにいんの。おい、お前ら知り合いか。あいた、そうやった。お知り合いですか。まあこれも何かの縁ですよ。俺、佐藤康介、よろしく。そちらの方は。高宮翔子と言います。よろしく。俺、榊泰造。今日は来てくれてほんま大きいに。ところで、あと一人は。少し遅れるって言ってた。とりあえず始めちゃおう。せやな。ほな、始めましょうか。それでは、今日の出会いを祝して乾杯。ちょっと待って、来たみたい。ともみ、こっちこっち。ごめんなさい、遅れちゃって。私、さくらともみと言います。よろしく。あ、どうも。なんや、また知り合いか。結構遊んどるやないか。おい、みんな可愛いじゃないか。ほんとレベル高いよ。せやから言うたやないけ、レベル高いって。しかし驚いたで。お前、知り合いが二人もおるとはな。独り占めの出し惜しみ、あかんのとちゃう？そうだ、聞いてないぞ、俺は。何、男同士でこそこそ話してるの？皆さん、同じ大学の方なんですよね。はい、そうです。サークルが同じとか、そういうお仲間ですか？女にモテないあぶれ者じゃないの？え？そんな風に見えますか？佐藤さんはモテそうだけど、でも苦手じゃないですか？女性を口説くのって。そんな感じ。ちょっとあなたね。
な。どうしたの？ねえ、翔子ちゃん。この人、やらしいことばかり言うのよ。ジョークやないか、ジョーク。シャレも通じへんのか。なーに。ダッサい。怖い。ほな、次行こうか。なあ、高宮派も機嫌直して、せっかくの美人が台無しやで。なんですって？冗談やて。そや、みんなで踊りに行かへん？もう一盛り上がりしようや。お、それいいね。徹夜のところだろ。そうしようよ。私はいいけど、ねえ、どうする？行ってみよっか、ねえ。うん、そうね。あ、でも私。はい、決まり。じゃあ、連れてってよ。よっしゃ、じゃあ俺についてこいや。ここや、ここ。てっちゃん驚くね、きっと。みんなお揃いで、どうしたんだ？合コンの流れで遊びに来たや。俺、美人ばかりやろ。こんばんは、高宮です。どうも、ゆうきらんです。あ、私、さくらともみです。あ、どうも、俺山本哲也。楽しんでたよ。それじゃ。なんや、愛想の悪いやっちゃ。内心後悔しとるんやないか、合コンに来んかったこと。せっかく来たんだし、踊りませんか？賛成賛成、踊ろう。翔子、トモミ、行こう。え、私は見てるから。なんや、さくらはん踊らんのか？踊りたくなったらおいでな。よし、ほら行くれ。私、踊ったことないんです。こういうところも初めてで。はい、でも踊りたくなったら遠慮はいりませんから。優しいんですね。かっこいいし、付き合ってる人いますよね、きっと。いないんですか、ヤモさん彼女。女性陣は踊りうまいな。運動神経とセンスの良さかな、なんてね。それに比べてコウスケは、リズム音痴っつうか、盆踊りっつうか。そういうあなたも大差なかったんじゃない？きっついな。そうだそうだ。ん、どうした、元気ないな。今度来るときは踊ろうかな。
飯も乗ってきたし、ほな次行こうか。そうね、もう遅いし。今日は楽しかったわ。榊くん、楽しかったよ。またね。じゃあ、おやすみなさい。おい、何ぼやぼやしてんねん。普通お送りするもんやで。俺はランちゃんと同じ方向やから。ほな、行きましょうか。なんか不安。変な気起こさないでよ。釣れないな。ちゃんと送るがな。榊大蔵にお任せください。西区だけど、別に送ってくれなくていいわよ。西区だったら俺と一緒だ。送りますよ。さくらさんはお前がな。それじゃあ高宮さん、帰りましょう。ええ、それじゃあ、じゃあ、ともみ、明日。はい、すいません。じゃあお言葉に甘えて。今日は楽しかったです。私合コンって苦手で来ないつもりだったの。でも来てよかった。皆さんいい方ですね。どうもありがとう。気をつけて。おやすみなさい。おかえり。ちゃんと送ってきたんでしょうね。うん、うちまで送ってくれたよ。翔子に叩かれたことを気にしてたみたい。え、それは送り狼になるんじゃないかと思ってさ。そんなことできるわけないよ。優しいから。知ってるもん。それはこっちのセリフよ。私だって好きで合コンに行ったんじゃないよ。榊くんがさ、土下座するんだもん。泣きそうな顔して。だからセッティングしてあげたの。そうよ、最近よく奈緒さんの喫茶店に来てたの。それで。でも今日は楽しかったな。一緒にお酒飲むの初めてだよね。じゃあ私帰るね。おやすみ。いいよ、近いから。今日は結構飲んでるでしょ。早く寝なさいよ。今日はこれくらいやな。ほな、コウスケにも教えなあかんから。
やっぱりまだ寝てる。もう起きないと遅れちゃうよ。調子に乗って飲むからよ、強くもないくせに。いいからもう起きなさい。え、まさか気にされちゃったの？そんなに優秀だったっけ？見直しちゃったな。そうよね、人の心配する余裕ないよね。あ、じゃあ学校あるからまたね。こんにちは。暇そうで羨ましいわ。じゃあね。あら、偶然ね。あなたもこういうところに来るの？そんなんじゃないわよ。私は真剣にやってるの。よっ、暇そうな大学生、勉強しろよ。じゃあね。よ、コウスケだ。昨日送っていった高宮って子さ、俺ん家の近くに住んでたんだけど、それが大きなマンションなんだ。そこに一人住まいっていうから驚きよ。普通住めないぜ。危ない仕事をしてるか、どっかのお嬢さんってとこかな。一応報告だ。じゃあな。
これお気に入りだったのに、こんなに濡れちゃって。あら、またここで会ったわね。まるで探偵気取りね。何をしているのかは秘密よ。言うと笑うからよ。本当かしら。じゃあ言うわよ。私今ね、茶道教室に通ってるの。何よ、らしくないって言うんでしょ。もういいわ、このことはみんなには黙っていてよね。恥ずかしいから。あのね、まあそういうことにしといてあげるわ。暇そうな大学生、勉強しろよ。じゃあね。おはよう。何？私に会いに来てくれたの？あいにく時間がないの。じゃあね。Thank you.
ちは。ねえ、それどういう意味？失礼しちゃう。いけばなを習ってるの私。何言ってるの？いけばなぐらい誰でもするわよ。じゃあね。いや、いらっしゃい。ゆっくりしていきなさい。いつものやつだね。いつでもおいで。お前も借りに来たんかい。孤独な夜はやっぱビデオやな。アダルトコーナーは右の奥や。ほなな。生け花は頑張るものじゃないの。心を静かに穏やかにするものよ。じゃあね。おもろいやつあったか。1位は幼ずものユーチュア。結構いけるでこれ。何しに来たんだよ。頼んでないぞ。あいにくもう終わったんだ。業者が全部やってくれたから。お兄ちゃん何やってんの？こんばんは。私、山尾かすみ。桜崎女子短期大学の1年です。いつも兄がお世話になってます。兄からよく聞かされますから。兄が言う通りの人だから。お兄ちゃん、まだ終わってないんだからね。分かってるって。あ、じゃあな。